サニー一郎の聞くよチャンネル。一郎です。今回の聞くよチャンネルは楽しい人格宿です。尖ってる格と書いて格宿。爽やかで人当たりがよく社交的ですが、うちに頑固さや神経質さなど固く角張ったところを秘めています。ですのでたまにぶつかってしまうことも。優等生風に見えても楽しいことが好きで、堅苦しいところもカジュアルにしてしまえるところがあり魅力的です。頭がよく男女ともに生涯現役と言われている星です。一本道を本気で進むことで大成されます。若い頃に苦難を味わった人ほど後年輝きを増すと言われています。注意する点です。内面と外面のギャップがあります。見られているイメージとのギャップに合わそうと無理をしてしまうことも。イメージに自分を合わせるか、本来の自分を出すか。ギャップをなくしていくと生きやすくなるようです。本音を小出しにしていくことができるといいですね。恋愛運、結婚運です。社交的なのに愛情表現は苦手です。自分の行為が相手に分かってもらえないことが多いです。自ら積極的なアプローチはしないので、交際は自分のことをよく知ってくれている方からの紹介や友人関係からのスタートがいいですね。男性は生真面目で、女性に与える印象はちょっと薄いです。情熱的というよりも穏やかな関係を好み、じっくりと育もうとします。女性はワンマンではなく、優しくデリケートな心情を包み込んでくれる男性がいいですね。結婚は早めがよく、良き夫、良き妻となり、夫婦円満な生活が送れます。生涯現役と言われていますので、共働きもいいですね。宿用で人生を豊かに、あなたのそばに宿用。一郎でした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。